セン戦サジ島はシンガポール島の南にある島。レジャー施設が多数開発されており、シンガポールにおける重要な観光スポットとなっている。島の北側は遊園地や水族館が並び、島の南側はビーチが続いている。マラリアの流行により多数の死者が出たことから、かつてはブラカンマティ島と呼ばれていた。1880年代、イギリスが シンガポール工房魚のため白トりでを建造。白トりでは1942年2月のシンガポールの戦いで陥落し、ブラカンマティ島は1945年9月まで日本占領下に置かれた。戦後イギリスから返還され、シンガポール政府は静けさを意味する現在の名称に解消し、戦闘さデベロップメントコーポレーションを設立、1970年代以降、 ご用地として観光開発が進められた。2018年6月12日、カペラホテルでドナルド・トランプ・アメリカ合衆国大統領と金正恩朝鮮労働党委員長による米朝首脳会談が開催された。マーライオン・マーライオンタワー、アンダー・ウォーター・ワールドと名付けられた水族館2000話の蝶が放たれている昆虫館、リング状に失礼られた座席が 地上110メートルまで上昇して回転するカールスバーグスカイタワー。シンガポールの歴史を展示したイメージオブシンガポールという博物館。第二次世界大戦でも使用された白外リデなどがある。ピンクのイルカのショーを見てイルカにタッチできるドルフィンラグーンもある。夜にはレーザー光線と花火、噴水などを使ったショーソングオブザシーもある。パラワンビーチには アジア大陸最南端の石踏みが立っているが、その場所は、島の最南端からはかなり北に外れた位置にある。また、2010年にユニバーサルスタジオシンガポールがオープンし、さらに多くの観光客を引きつけている。付近には、ホテル、フードコートやレストラン、水族館、土産店などが多数隣接している。島の中央部には巨大なマーライオン像が立ち、 内部に入ることも可能としている。2010年2月14日には、シンガポール初となる大型火事の施設がオープンした。2016年4月12日、子供向けの職業体験型テーマパーク、キッザニアシンガポールが開業した。なお北部リゾートワールド先頭車内においては、Wi-Fi が有料となっており、ホテルなどでも20シンガポールドルを徴収する。このため、無料で、 Wi-Fi 環境を提供するスターバックスは観光客に重宝される。一部のレストランでは Wi-Fi 環境を整えている場所もある。島へ入るセント闘サゲートウェイ、セント闘サ等のモノレール、セント闘サエクスプレスシンガポール等から公共交通機関、自動車や徒歩で島に入ることが可能。いずれの場合も入島料を払わなければならない。2015年現在、 休日は7シンガポールドル、平日は6シンガポールドルである。シンガポール本島のビボシティ駅から、先頭佐島のビーチ駅まで先頭佐エクスプレスで約8分。シンガポール島のハーバーフロント駅から、先頭佐島の先頭佐駅までシンガポールケーブルカーで5分30秒。シンガポール島のハーバーフロントバスインターチェンジから、先頭佐バス。 先頭サゲートウェイの橋を渡って、自動車、バスタクシー、徒歩で入島することも可能である。リゾートワールドの地下には、巨大な駐車場が広がっており、各レジャー施設や、ホテルなどに繋がる構造になっている。ありがとうございます。